ロイドご飯の時間がやってきました。はい、どうも、今回は家系ラーメン、自分の大好きな杉田屋さんに行ってまいりました。つい先ですね、動画をご覧いただいた方もいらっしゃるかもしれませんが、ついにあの総本山吉村屋さんが、移転、そしてね、移転後の、初営業を開始されました。というわけでもう早速ね、そのもう本当ギリギリ終了ギリギリだったんですけれども、営業初日の、ラストの一杯いただけまして、またご厚意で、黄金のね丼でいただくことができたんですけれども、もうその興奮冷めやらの中、もうこれは行くしかないだろうということで、翌日すかさずですね、杉田屋さん出てました。そしてもちろんそのテンションを引っ張ったままマックスでいただいてきました。ご覧ください。Thank you.
取りまーす。というわけでご覧いただきました、杉田屋さんのチャーシュー麺大盛り固め濃いめ多めライス、もうめちゃくちゃ満足しました。もうご覧いただいて、ね、伝わったかとは思うんですけども、まあ、自分たぶがっつり食べる時でも大体は中盛りやライス大盛りというパターンが多い中で、もう今回はね、先ほどもお伝えしましたが、前日の吉村屋さん移転オープンの、流れからもテンションマックスで、もう大盛りチャーシュー麺の固め濃いめ多め素晴らしい、もうあのうまうまスープが並々といただける、もうそれだけでも満足度マックスですが、さらに麺の揚げ具合も抜群、しびれました、本当にめちゃくちゃうまかったです。はい、というわけでもうね、家系ラーメンファンにとっては、もう特に自分にとってはもう至福のこの2日間連チャンの、吉村屋さん杉田屋さんの連チャンだったんですが、まあ、ちょっとこの動画と少し外れますが、少し前の動画で自分ね89まで体重がいって少しダイエットしますよと、ダイエットの過程なんかは一切動画に撮る予定はないですがっていうお話してました。で、体調なんかもね、こんだけ大盛りを連チャンでいただいてると心配していただけるかなということで、ちょっと途中をご報告しますと、今一応まあ、ジュースアイスも食べてたのでそれをやめて、とりあえず3キロから4キロちょっと日によって変動ありますが、今65キロとか、まあ、4.9 とかね、4キロ台から除くぐらいまでは来てますんで、まあ、無理せず、そんなにラーメンを食べたい感じで食べて、本当にごくまれに歩く、あとはとにかくジュースとアイスをやめるということで今そこまで来てます。で、まあ、夏ぐらいまでに85が安定していく、いけるようになって、年内には80と81っていう数字が見えたらいいななんていうのは超先々の目標です。あまり大きいこと言うとまだね、完遂できないかもしれませんが、とりあえず今途中方向そんな感じまで来ていながらも、このマックスの杉田屋さんを味わえるこの幸せ、もう最高としか言いようがないですね。はい、はい、というわけでこれからもどうぞよろしくお願いします。そして、今日ね、杉田屋さん満足でした。ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた、バイバイ。